人を飛んだところでトップに出ました。あっと揺れた火災、火災がちょっと空中で左右に体が揺れるようなジャンプに終わってしまいました。ちょっと飛距離も足りませんね、はい、これはいけねえと言い訳ですか、はい、さあ1回目20位高校1年生日本期待のジュニア選手です、笠井紀明。スムーズな踏み切りから距離の方はしかし思ったようには伸びませんでした。そうですね、形としては非常にニッコラ選手に似ているところがあります。そうですね、ですから同じ踏み切り時点でパワーを踏み切りで使うことができれば